ランキング。この番組はこのスポンサーの提供だ。お疲れ様。行ってまいりましょう。はい、どうも皆さん、こんにちは。マイスクリーム講師のデスノリンさん、ママでございます。今日もよろしくお願いします。はい、ということで、冒頭にですね、タイトルコールもあったかと思うんですけれども、今日は難しい発声ランキングというのをやっていきたいと思います。はい。というわけでございまして、ご存知の方も、いらっしゃってくれると嬉しいなって感じなんですけど、僕一応ボイストレーナーなんですね。こいつ一応、こんな顔してボイストレーナーやってるんですけれども、ボイストレーナーと言いましても、僕結構やっぱ特殊な立ち位置でして、デスボイスとか、ホイッスルボイスとか、ちょっとこう、一般的には、あんまりこうなんか人間扱いされない感じの声を、得意として、扱っているボイストレーナーでございます。一応、通常のミックスボイスとか、の指導も行ってるんですけれども、その割と人外発声に明るい、トレーナーとして、普段活動させていただいてるわけですね。だから普通の人には、少なくともいろんな声を、操ることができるという自負とともに、生きているわけなんでございますけれども、そんな私がいろんな声を出せるようになっていく、これは努力で出せるようになったんですけれども、いろんな声を出せるように努力してきた中で、もう習得が、これがもう難しかったんだっていう、もういろんな声がある中で、これが難しかったよっていうのをちょっと皆さんにシェアしていきたいなという趣旨の動画でございます。これからね、いろんな声を出していきたいっていう人が僕のチャンネル見てくれてるっていうパターンも非常に多いと思うので、そういう人の参考になれば、もちろんいいなと思うし、それ以外の人もね、この声って出すのもむずいんだね、みたいな感じで、そういった目線で見ていただけると非常に面白い内容だと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。という感じで、このチャンネルでは日々、ボイトレ関係のお話だったりとか、リアクション動画だったりとか、音楽関係の動画配信しておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方はこの機会によろしくお願いします。あと、グッドボタンもですね、この時点で押してもらえるとめっちゃモチベーションになって嬉しいので、ぜひお願いします。じゃあ行っちゃいましょう。さあ、ということで発表していきたいと思うんですけれども、ランキングっていうことなんで、今日は、3位に1位、トップ3ですね、発表していきたいと思ってます。やっぱね、その発声って無限にあるからさ、もうデスボイスだけでも、化けようと思ったらもううん十種類あったりとかするからさ、あとは普通にいわゆるミックスボイスとかね、ヘッドボイス、スーパーヘッドボイス、ホイッスルボイスとかいろいろある中で分けていくので、おいおいちゃんともっとこのもっと一覧みたいなやつ作ろうと思ってます。これは星4つで、これは星3つで、これ星5つで、みたいな、遊戯王みたいな、こう分け方で、もっとこう細かくランキングってよりは一覧みたいなのを今後作りたいなと思ってますんで、それはちょっと今後の楽しみにしといていただいて、今日はちょっと、こう、よりすぐりのトップ3をね、今から発表していきたいと思いますよ。独断と偏見で参りますが、僕が習得を苦労した難しい発声ランキングトップ3いきたいと思います。第3位はこちら、メタルコアシャウトでございます。ミドルシャウトっていうのかな。メタルコアというね、メタルの、割とこう、モダンなジャンルの中で、よく使われる発声の一つなんですけれども、こういうやつ。いわゆるこういうやつですね。オスシャウトみたいな感じで、オスしい感じの、こういう感じのシャウトでございますけれども、これはもう男の子たるもの全員好きでしょ。僕もね、この発声めちゃくちゃ本当心から好きで、だから多分僕に将来ね、子供とかが、できるようなことがあれば、多分産声、僕の子供これになると思うんですよね。それぐらい、僕この発声好きなんですよ。で、このメタルコアシャウト僕どれぐらい習得かかったかっていうと、練習し始めてから1年半ぐらいかかりましたね。確かに。で、練習し始めたっていうのは、元々のそのシャウトの土台がちゃんとあってから1年半っていう感じなんで、トータルで見たらもっともっとかかってます。どの辺から習得って言っていいのかわかんないけれども、ある程度こう、音色的に、かっこいいよねって言えるような、胸張って言えるようなところになるまでって感じかな。で、これね、ワンチャンシャウトの中で一番むずいかもなと思っていて、で、何が難しいかって、音色をね、それっぽくするのがマジでむずいんですわ。かっこよくするのがむずいってことね。ただただそれっぽくこういうシャウトを出しましょうってだけだったら別に喉閉めて、うわうわって適当にやってればできるし、そういう人は多いと思うし、こうなっちゃってる人も非常に多いんですけれども、これはね、やっぱね、喉に負担があって他の発声の弊害にあるし、下手したら喉のね、病気、怪我につながったりとかする、あんまり言っちゃうと悪い発声だったりもするんですよね。だし、かといって喉がいい風に出すだけだと音がかっこよくならないと。ここの両立っていうのかな、押していくのが非常に難しいです。低すぎたりとか、高すぎたりとかね。して、本当にこうちょうどいいとこ取るのも難しいみたいな。まさに、ミドル、真ん中を取っていかないと、
いけないので、これがやっぱね、難しいところで、頭の上の方の響きと下の方の響きっていうのをミックスして、いいとこ取りをして出すような感じで、バランスを取りながら、かつ力強くしっかり抜けないように出してあげるっていうのをしてあげないと、この音色にならないです。ポイントとしてはね、ただ真ん中に当てるっていう意識じゃないんですよね。全部上下全部引き止めて響かせて、結果真ん中だよね、それって言うなれば、みたいな、そういうところを狙ってあげるのがポイントかなと思います。クワヒラクワンジになっちゃってる人が非常に多いので、クワヒラクワンジにしないといけないです。まあもちろんね、僕もね、完璧じゃないので、お手本にするなら、まあたまにね、動画出てくれてる鏡とかね、テクスコの鏡とか、あと脳室のりょうさんとかもめちゃくちゃこれの日本でいうパイオニアみたいなところだと思うので、参考にしてもらうといいと思います。さあ、そしてじゃあ第2位発表していきたいと思います。第2位は、ホイッスルボイスでございます。ホイッスルボイスね。これね。これがホイッスルボイスです。これがね、ハイハイハイ A を今ちょっとざっくり出してみたんですけれども、これもね、難しかったっすね。またシャウトとはベクトル違いで難しかったですね。これはね、どれを習得とするかによるんですけども、まあある程度コントロールが効くようになるのには、ほんと1年半とか2年ぐらいかかったかなっていうイメージですね。ただ、僕は、割とラッキーだったのが、なんかトレーナーを今割と長いことやってて、今思うのが、当時、ホイッスルをやるぜって思う前から、割とホイッスルに向けた練習が勝手に組み込まれてた感じだったんですよね。その、裏声の出し方とか、普段の練習の中で、ホイッスルに向いてるなっていう練習を勝手になんか、自動的に、気づかずにやってたりっていうところが、それまでの期間としてあって、で、そっからこう、なんだろうな、ホイッスルの裏声の練習とかに入ったような感じなんで、割となんか、うわ、頑張るぞってやった、挑んだっていうよりは、もうちょっとこう、気張らずに、つるっと、なんかルートに入ってって、つるっとホイッスルまで、割と迎えたかなっていう印象はありますね。これはラッキーだったかなと思ってます。だから、ホイッスル出したいなと思って練習すると、やっぱその分、気持ちもある種入っちゃって、ね、逆にこうなんか力みとかに繋がったりして、ザ・ホイッスルに挑んでいくみたいなパターンで練習していく場合は結構なんか、より難易度上がるのかなっていう印象はありますね。で、まぁ、チラッとお話ししたことあるかもしれないですけど、僕は、ラルカンシェルの瞳の住人をいかに完璧に歌うかゲームを、もう、毎週、もう週3、週2で1回3時間、2時間カラオケ行って練習するみたいなのを結構やってたんですよね。それがものすごくこう、ホイッスルのクオリティに繋がったなって思ってるので、参考にしたい人は参考にしてください。あれ最高ハイハイ A なんてね。超絶高いですから。でね、ホイッスル何がむずいって、他の発声とまあ別にこれね、一緒なんですけど、でもね、やっぱやりたてというか、習得したて、習得していくまでの間っていうのは、やっぱまるで感覚が違うように感じるんですよね。で、これ幾度となく、ホイッスル関連の動画でお話ししてることなんですけれども、裏声を一回裏返すと、まあ、いわゆるスーパーヘッドボイスね。まあ、これもホイッスルボイスですけれども、ローホイッスルですけどね。低いホイッスルですけれども、一段階目のホイッスルボイスになる。で、そのスーパーヘッドがもう一段階裏返ると、より、こう、よく言われるようなホイッスルボイスになっていくっていう感じ。ハイハイ F シャープとか F ぐらいでそうなっていくようなイメージなんですけれども、要は、裏返った声って、意図して出ないじゃないですか、あんまり。裏返っちゃったっていう感じで出るじゃないですか、裏返った時ってね。それを意図的に起こすっていうのが、まあ難しいんですわ。なんか無意識を意識するっていうかな。哲学すぎんか、ホイッスルボイス。ソクラテスもびっくりですよ。だってもうなんか iPhone が発売される前の時代にさ、iPhone 欲しいってなる人いなくないですか？この例えちょっと微妙だわ。まあ知らないことを知る状態にするっていう。でもかつそれをあんまり意識しちゃいけないっていうのがこのホイッスルの絶妙であり難しい、非常に難しいポイントなんですよね。まあこれもなんかいくつかね動画の中で言ってますけど、習得したい人っていうのは裏声を出していくときに、まあいかにこう地声になってしまう成分を抜いていくか、地声と完全に分けた裏声を出していくかっていうのがポイントになるので、いかにこう通ってて、喉に一切の疲れがない状態で、まあいかにして出すかっていう。この辺がポイントになってくるので、だって、この辺とかって、ハイハイ A か。それこそ瞳の住人の、最高音域ですけど、まあ柔らかく出そうと思えばね、柔らかく出るわけなので、まあこういう力をね、つけていってあげるっていうのが近道かなと思います。まあ今ね、僕が出した音声でもいいし、過去の動画でもいいんですけど、参考にして、練習してみてもらうと、まあ大変ですけど、練習になると思うので、ぜひやってみてください。さあ、というのが第2位、ホイッスルボイスで、じゃあ、栄えあるかはわかんないけど、第1位を発表していきたいと思うんですけれども、第1位は、
ミキスパイサー、ミキスパイサー、うん、まあ、結局ね一番無事よ、ミキスパイス一番無事かった。でね、僕もね、これね、割とね、最近、胸張ってミックスだなっていうようになったぐらいですから、僕はね、これ、ミックスボイスを練習するぞってなってからで言うと、まあ4年ぐらいですかね。3年半とか4年とかかけたかな。うん。ある程度の満足がいくまでね、ある程度いい形になるまでね、かけたかなと思います。まあそれまでも、まあ広い意味ではミックスボイスってのはできてたと思うんですけど、ほんとね、広い意味ではって感じですよ。その先人、たちがさ、ミックスボイスという言葉が生まれた時にいたであろう先人たちが思い描いてた形はこういうことだなってなるまでにっていうことね。で、これは難しい理由がもうはっきり一個あって、曖昧なのよ、ミックスボイスって。要は正解が最も分かりづらいんですよね。今ね、発表してきたものと比べるとよりね、他のものも正解難しいってのはあると思うんですけど、ミックスボイスが一番難しいと思います。だって分からんじゃん、なんか、ただの声なんだもん。前ね、動画で何度か言ったことあるかもしれないですけど、ミックスボイスって別にただの声なんですね。ただのいい声なんですよ。ただただいい声。なんかもうなんか、イケボとかカワボとかともあんま変わらんのよ。ただのいい声なんですよ。だから、その、ミックスボイスを練習している段階とか、あんまり知らない段階で聞くミックスボイスっていうのは、よくわかんないんですよ。ただその人がただ歌ってるようにしか聞こえないわけ。その人がいかに繊細なことをしてるかっていうのが全く伝わってこないのね。なんでかっていうと耳が出来上がってないし、体感も出来上がってないから、もう、どこからがミックスボイスで何がミックスボイスなんだろうみたいな視点でやっぱ見ちゃうんですよ。だからやっぱその聞けてない音、要は咀嚼できてない、腹落ちしてない、耳で処理できない音っていうのは出ないですから、これがやっぱりね、非常に難しいところなんですよね。とにかくね、すごいポイントが分かりづらい。その本人はすげえことやってんだけど、あんまりわからない側が見るとなんか、まあすごいんだろうけど、うんってなるっていうだからやっぱりこうミックスボイスイコール技みたいな捉え方をする人もやっぱ多くて、ミックスボイスという声の種類があると思ってる人もやっぱ多いですよね。まあそういった言い方もできるんですけれども、やっぱりどっちかというとこうバランスの取れたいい声の状態のことを、その範囲をミックスボイスと呼ぶので、結局その声帯とかと一緒なのね。体の歪みを整える方の声帯の方ね。こっちじゃなくてね。とかと似てて、あれってさ、なんか一発行っただけじゃ治んないの分かるじゃないですか。ね。なんか、週に1回とか、2週間に1回とか行き続けて、ようやく歪みが治っていくじゃないですか。まあ、あれと似てて、だんだん整えてって、悪いとこ直してって、いい状態が分かるみたいな。あ、これがいい状態なんだって。これをキープしなきゃいけないんだって。それがまあボイトレなんですけど、で、いい状態なんだって分かった時に、あ、今まで崩れてたんだな、みたいな。そこで気づく、みたいなさ。で、整体に行くのをやめると、つまりボイトレするのをやめるとまたこうだんだん崩れていく、みたいな。で、それはあんまり気づかない、みたいなね。やっぱ日常でこう、どんどん崩れていくし、逆に言うと日常的に練習していくと、どんどん逆にこう悪いところが良くなっていく、みたいな。ミックスボイスを出します、イエイってとはいかないわけなんですよ。うん、まあそういう風に見せかけられるメソッドってのはいっぱいあると思うし、別にあってもいいと思うし、まあなんかのプラスには絶対なるんでいいんですけどね。本質的にはそうじゃないってお話です。っていうのがやっぱミックスボイスの難しいところですね。以上です。まあ結構その参考にしていただけそうな部分とかも散りばめておりますので、ちょっとぜひ繰り返しご覧いただいたりとか、練習の参考にしていただけると嬉しいですね。俺はこれが一番難しかったぞとか、お前これ抜けてんじゃねえのかとか、あとまあ普通に動画のリクエストとかありましたらコメント欄にね残してください。コメント欄いつも全部目通します。ありがとうございます。気軽にいただけると嬉しいです。あと今回の動画良かったよという方、グッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。ということで、デスノリーサモンがお送りいたしました。ありがとうございました。